EX60 松本市初めての SR ベースの MWD です。ジンバルヒートヒーターある、ステアリングヒーターです。高そうな車だね。上がる上がる、グイグイ、あ、グイグイ系になりました。上がる上がる、そしてダイヤがないんですよね。いや全然いいよこれ、うん、よく研究してさ、積み上げてきたよねこれ、うん、他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 なんと CX60、 はい、どこの車だ、どこのメーカーだどこのメーカーだそういう番組じゃないやばい工藤さんが持ち込んできたの。工藤さん、正解は松田です。松田 CX60、 まあ正式には660っていうらしいんですけど、はい、まあ、僕は60って呼んでるんで、まあ60でいいんじゃない、やっちゃいましょう、はい、いい車が欲しいなら車選び .com、 中古車なら車選び .com、 車選び .com でいい車を探そう。これ雪道に4駆持ち込んだ。そうなんですよ、これね、マツダのね最新のモデルなんですけど、はい、直六です。6気筒積んでます。直列6気筒積んだ、縦置きに積んで後輪駆動ベースのプラットフォームですよね。いいじゃないですか。後輪駆動ベース、プラス 4WD、 後輪駆動ベースの 4WD で、これ基本後ろでね駆動して、状況によってフロントにトルクを送るんですけど、まあ、GTR みたいだね。そうなんですよ、実はねマツダとして初めての FR ベースの電子制御の4WD とトルクスプリット、うん、ちょっと待って、正式に言うとですね、これ電子制御タバンクラッチで前にトルクをね、はい、レスポンス強く送るんですけど、まあそのいろんな制御をしてセンシング能力で今フロントにトルク入れた方がいいって言った時はトルクを増やす。ノーマルの時は、ノーマルの時はですね、ちょっと正確な数字はですねマツダ公表してないんですけど、まあ2桁ぐらいは常に前にトルクをかけてると。2桁、まあ 10% ぐらい。あ、じゃあ本当に FR ベースだ。 FR ベースで、ね、GTR なんかだと完全にギア100の FR 状態になるんですか、うん、この車は少しは前に常にトルクをかけて、うん、で状況によってどんどん増やしていく、うん、そういうタイプになってますね、はい、ハンドリングはじゃあ FR だ。そうなんです、そこなんです、ね、で、マツダが、というにはまずですね、この間開発エンジニアに話を伺ったんですけど、はい、まずジンバ一体松田ね、どこのメーカーでも開発責任者っていうのは自分軍の子が一番可愛いんだよ。ね、あ、そう、開発の責任者ですけど、開発の4区担当の方がね、はい、ジンバ一体、はい、で、ジンバ一体プラス、これはですね、FR の感覚の自然なコントロール性があると、そこを磨いたと。本当かどうか乗ってみようじゃないの。で、もう一つ。何？アクセルで向きを自在にコントロールできると。本当に、はい、じゃあそこはだから、そこは土屋さんがね得意とするとこなんで、試してもらいましょう。このね、この雪の雲彩、車の寒いところのありがた装備を紹介するんで、いくつか、はい、ありがた装備、はい、ありがた装備、まずじゃあカメラさん、はい、はい、行きますよ。どうぞ工藤さん、四輪工藤さん、四輪工藤さん、はい、これね中学生ぐらいの時とかよく言われました、ね、言われたんですね、言われました、はい、で、はい、まずですね、はい、ここにスイッチがあるシートヒーター、はい、シートヒーターはこれ CX60 ね、結構たくさんのグレードについてて、ありがたい、まあ正確に言うと 25S を除く S パッケージ以上にシートヒーターフロントがついてます。これねリアにもシートヒーターがついてて、シートヒーターある後ろ、ほらリアはですね、ほらシートヒーターある L パッケージ以上についてます。マツダは結構ねシートヒーターのね装着率が高いんです。もっと下の車でも入ったりします。リアにもついてるの嬉しいですね。あとマツダとスバルですね。リア何に乗り込んできたね。はい、ちょっと味わいたくて。いやだけどこれはありがたいよ。リアは。そうですね。はい、まあリアにねベンチレーションついてね。ついてるし、はい、USB あるし、ね100ボルトもあるし、快適に。あともう一つ、これねあんまり知られてない装備なんですけど、最新の車詳しくない人、はい、このスイッチね、もう土屋さんご存知の通り、ステアリングヒーターです。おー、冬はありがたいですよね。やっぱ冬はありがたい。 25S を除く S パッケージ以上についてます、うん、てかさ、室内高そうな車だね。そうですね、上質な空気が漂ってます。これすごいプレミアムな、これで、ね、今日の、そうだ今日の車はですね、うん、高いね。グレードが XD ハイブリッドプレミアムスポーツ、プレミアムスポーツ 3.3 のワイルドハイブリッド付きのディーゼルですね、はい、
で、これで、本体価格は54万9500円。まあ、しょうがない。まあまあ、それなりの、それなりの値段ですけど、まあ、すごい質感高いですね、これね。質感高いよ、これ。質感高いですね。ね、気分が上がる装飾です。うん、というわけで、じゃあ、コントロール性を味わいますか。そりゃそうでしょう。その FR ベースの走りを雪道で見てみたいと思います。車選び .com ね、中古車検索サイトっていうのは皆さんあんまりご存知ないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかね、あります。本当に本当に調べてみて、車を買うときはね、使ってみてくださいよ。本当、車選び .com で検索、愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 まずはじゃあノーマルで、ノーマルモード、はい、スポーツモード、はい、でいこう。はい、まずはノーマル、はい、はい、綺麗な、なんか高級車っぽい。あ、ね、いいね、なかなか ね、いいね、ドリンクホルダーの位置もいいよ。ですよね。俺的にはもうとても良い、ね、この位置は。はい、あの手を曲げずに取れる。そうそうそう。絶妙な位置ですよね。肘に置いて乗りたい時に伸ばしたらドリンク、はい、いいじゃん。ね。まずですね、加速の立ち上がりを見てほしい。加速の立ち上がり。滑りやすい路面で。あ、そう。はい、じゃあ行きますよ。はい。おお、いいじゃないの。ウィンといいじゃないの。あ、そう。あ、加速の立ち上がりいいね。あ、そうですか。いい、あ、ハンドリングいいね。はい。いいよ。お、そうですか。なかなかいいぞ。今ノーマルモード、これ。ノーマルモードですね。はい。うん、まあですね、基本的にはですね、うん、なんかフロントに 30% ぐらいをトルクを送るような制御にしてるらしいですね。基本です。はい。そんな感じはしないな。なんか FR 運転してるような感じ。ああ、うん、素晴らしい。いいよ、狙い通りじゃないですか。なかなかいいよ。まあ、最低で 10%、基本 30% ぐらいをどう送ってるっぽいですね。なるほど、うん。そういうことか。で、まあ、ニュートラルステア領域を拡大していると。なるほど。でやっぱフロントにトルクを送りすぎるとね、安定して曲がんなくなっちゃうんで、うん、そのトルクを送る、絶妙なところをものすごい詰めましたと。あ、そう、ね、おっしゃってました、松田の方は。上りでどうかだね。そうですね、上りですね。あ、やっぱ四駆はさ、はい、上りどうなのよ、うんうん、ね、感じはするよね、はい。じゃあちょっとスピードでも上げちゃおうかな。お、来ましたか。上げちゃってください。あ、あ、結構踏みますね。さすが。結構。なかなかね。なかなか。すごい、はい。安定しつつスピードも出てる。すごい。いや、安定してるよこれ。してますね。ああ、安定してる。いいんじゃないの、なかなか。うん、ああ。曲がりますか、ちゃんと。いや、曲がる。素直に曲がる。まあ、この辺のがね、昔のハイパー4駆とは違うところですね。ギャランプ、ギャルフォーとかね、うん。あ、素直に曲がる。うん、あ、雪道でこのスピードの領域でさ、うん、ちゃんと曲がってるから、うん、この重さで。はい。これだって2トン近くある。2トン近くありますね。はい。そうですね。じゃあ、両重量1940。はい。2トン弱ですね。全然いいよこれ。あ、いい感じいい感じ。じゃあちょっとスポーツモードにしてみようか。あ、スポーツ。スポーツ。スポーツ。あ、赤くなったメーター。メーター赤くなったぞ。スポーツスポーツ。あ、やっぱワイルドになりました。俺のことか。そう。いいんじゃないのちょっと。曲がる曲がる。グイグイ。あ、グイグイ系になりました。曲がる曲がる。ギャップがいい。いいねいいねいいね。いや、メーター赤くていいよ。なかなか。これはね、大したもんだ。うん、いや本当に。もうこれは立派だわ。楽しめる四駆になってますか。そう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 。楽しい。そう。まあね、もちろんこれあのそもそもがね、コーリングのベースなんでね、うん、楽しくないわけがないんですよね。いや全然いいよこれ。うん、これでどれだけしっかり曲がるかっていうのがね、そう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 、ポイントだと思うんですけど。いや、これはびっくりびっくり。安定性と楽しさの両立ですね。おぉ、いいんじゃないの。
まあさ、普通の人は、こんな雪道こんなスピードで走んないからさ。まあそうですね。間違いないです、ね。いや、安定してる、安定してる。ね、雪道を感じさせるものの。そうそうそう、ね。全然いいわ。重さを感じさせないわ、これ。ね、うん。よく曲がる、重いくせに。うん、重くてでかいくせにさ、よく曲がる。これは立派だ。これはいいぞ。エンジンなんてどうですか、あのね、あ、ちょうどいい、ちょうどいいトルク、レスポンスとかノックレとか気にならないですか、これ繊細な走り。ないない、いいトルクだよ、あ、気持ちいい、いや、気持ちいい、気持ちいいですね、あ、気持ちいい、カーブも何のソロだ、そうそうそう、カーブも何のソロだな、何のソロです、いいじゃん、いいじゃん、なかなか、あー、FR ベース、いいよ、これ、おおおお、楽しいだろう、これ楽しい、ここは好きポイントだろう、はい、ドキドキで、オーバーを検知したらどんどん前にトルクを送って安定するはずなので、いい、いい、とってもいい、はい、うん、とってもいい感じ、いい感じ、上りなんか何のその、うん、ねえ、うん、はい、すごい、ヘアピンも楽々、全然楽勝、楽勝、ね、ほら、おお、すごい、あ、さすが、強力高いですね、うん、ね、いや、いいよこれ、必要な時にはちゃんと前が返ってくる、そうそうそう、立派立派、これは立派、立派、うん、最大でね、フロントマーク50ぐらいのトルクを回すそうです、あ、そう、ね、いや、これはいいわ、立派だこれ、この四駆は、あ、FR ベース、いいハンドリング、あ、気持ちいいと走れるのに安定感が高いっていうの、確かにバランスがいいですね、バランスいいよこれ、ね、いいんじゃないの、ちょっと出来がいい、この子は、おお、優秀、優秀、優秀、この子、うん、え、ジンバ一体感ありますか、ある、ありますか、よかった、こんな重いくせにさ、ね、なんか楽しいよこの車、うん、これはよくできた 4WD だ、おお、いい、とってもいいぞこれ、じゃあ次はオフロードモードでいってみますかね、オフロードモード、ね、お、いろんなモードが、オフロードモード、ね、オフロード、おお、グイーン、はい、じゃあ停止からやってみますよ、さっき、はい、停止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 、後ろから今日滑るから止まらない、おおおお、止まんないね、滑ります、よし、オフロードモード、はい、ユージ、おー、ああ、すごいトラクション、あっ、あっ、感じフロントに来てる、あっ、あっ、あっ、いいんじゃないの、グイってきますね、おお、あ、フロントに来てるわ、すごいダイナミックになりました、これは試したもんだ、オフロードモデル、へー、パワフルに走れちゃいますね、で、まあ、ね、土屋さんみたいに腕がある人だったら、はい、もうグッと曲げてアクセル踏んで前にどんどん進んでいくっていう走り方のこのモードでできる、いや、前に引っ張り出してるよこれ、はい、はい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 、なるほどね、ラリードライバーの方とかね、こういうフロントでどんどん前に進んでいってくれる、うん、そうだね、あ、はい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 、曲げてから前に引っ張り出すっていうね、自分の腕で曲げて、うん、あとは前にトラクション稼ぐ、そう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 、よろしいんじゃなくて、どうですか、曲がりにくさみたいなのはさっきのねスポーツモードに比べて感じますか、いや、スポーツモードの方がやっぱ FR ベースだよね、あ、なるほど、ハンドリングは楽しいよ、だから速さはこっちだね、そうですね、うん、そうですね、雪道に関しては、はい、まあまあ、こっちの方が、さすがオフロード、そう、前にグッと引っ張り出す、うんうん、まあ、安定感があるんで、きっと慣れない人もこっちの方がいいかもしれないですね、うん、と思う、雪道はね、はい、うん、絶対こっちの方がいいと思う、ただ遊びたい時はスポーツモードとか、ね、そう、FR ベースでね、面白い、面白い、気持ちよく、気持ちよく動きますね、そうそうそう、おお、楽しい、いや、楽しいよ、うん、ああ、あ、こっこ喜んでます、そう、あ、ゆきって感じ、こっこ喜んでます、楽しい、
張り出す引っ張り出す。あ、いい感じいい感じ。よろしいんじゃないの？いい楽しさもあり。あら、ね、よろしいんじゃないの？はい、このドキドキ感もいい。ああ、いいね。雪道いいね、オフロードモード。モード。なるほど、そうですね。うん。これは本当なんか、こんなでかいのに重いのに心配一体だ。マツダはね、この手のタイプね、四駆は初めてっていう作を取りましたけど、うん、だからね、あの世の中にね、すごく知ってほしいらしいです。マツダの四駆、なんかカットしないんじゃないのみたいにちょっと思われがちなので。普通はそう思う。うん、ええ、普通はそう思うよ。だけどよく研究してさ、ええ、積み上げてきたよねこれ、うん、本当に、ええ、なんか日産が作った四駆みたい。ああ、なるほど、うん、日産はね制御が売りですからね。そう、でこれね、なんかいろんなあの技があって、うん、例えばですね、あのセンターで減速器を分けて、うん、フロントのですね、シャフトはですね、うん、回転数がちょっとリアよりもゆっくり回るんですよ。おー、でなぜかっていうと 1% ぐらいギア比の差をつけて 1% ぐらいフロントがゆっくり回るんですけど、うん、なぜかっていうと、そうすることでね、素早く正確にフロントへトルクが送れるようになりそうです。うん、あのパワーっていうのはね、回転数が、大きいところからちっちゃいところに行く特性があるので、うん、パワーというかトルクですね、はい、そういう特性を利用してあのフロントの回転数を少なくすることによって、うん、コントローラーブレンジ、いい感じだ、いい感じだ、なかなかいいぞ。今の良かったですね。ずーっと向きが変わる。ずーっと向きがありましたね。かった、うん、こういうことができるってことですもんね、この4で。そうだ、うん、本当にそうだ。もうちょっと道幅があればね、あのまま横向けていけたんですけど。あ、そうそうそう、あとちょっと道幅が増えてますね。これだともうさ、ええ、普通車横向いていっぱいぐらいだよ。そうですよね。うん、なかなかいいぞ、この四駆。オフロードモードはさ、前がちゃんと引っ張り出してくれるから楽だ。グイグイ行きますね。本当に速い。そう、速いですね、これね。ほら、うわ、コアクションすごい。ね、いい感じ、いい感じ。マツダバカにすると痛い目に遭うぞっていう感じよ、この車は。雪道、いや、めっちゃいいわ。もちろんね、ここまでペース上げないで走れば安心感がすごいありますよね。ね、本当に思いました。だいたいさ、雪道こんな飛ばす人いないから。確かに。だから、いないってるけど、できる人は限られてます。そうだ、はい、ね、これね。そう、さすが。いや、だけどこういうのでさ、はい、限界を見れるじゃん。そうですね、雪道で危険な車なのか安心な車なのかっていうのがさ、これは安心安全だよ、これ。そうですよね、うん、いろんな面が見れて。そう、ああ、この制御はいいな。ああ、アクセルオフでスーッと後ろが、うん、はい、来るからさ、楽、めっちゃ楽だ。うん、いい感じよ。ね、快適でした。うん。で、あの、まあ、エンジニアさんが言うには、マツダの四駆がすごいドリフトができるっていうことをほとんど知られてないので、うんうん、もうそれを一般にもう知られてほしい。土屋さんにそれを世の中に見せてほしい。紹介。もらってほしいって言ってましたね。あー、おー。おー、おれ、ちょっとワイルドにも締めてくれた。でしょ、ワイルドも締めて。楽しかった、ね、楽しかったです、ね、とっても楽しい。いろんなモードで、ね、いい車だ。他にないならここに来い、車選び .com。 お疲れ様です。いろんなモードがありましたよ、本当に。それぞれ違っていて、安定性も楽しさもありました。どうでした、土屋さん。だからモード変えたよね。はい、いろんなモード変えて、ノーマルモード、スポーツモード、うん、なんだっけ、オフロード、オフロード、そう、それぞれ違ってました。違うね、ね、うん、ノーマルはノーマルで全然いけるしさ、うんうん、スポーツモードにするとちょっとこう楽しくなるし、ね、で、FR ベースのからいいね、うんうんうん、で、オフロードにすると前が引っ張り出す、ちゃんとグイグイ感が、うん、そうそう、ね、グイグイ、うん、だからオフロードでも本当に
バリバリのオフロードでももちろん使えるように作られてるんですけど、こういう雪道でもで今ね60、70キロとか出てましたけど、うん、そういうところでも機能するちゃんと使えるモードになってますね。この雪ってやっぱオフロードでしょ。まあまあそうです ね、まあはい、だからそういうところでも上りでもさ、まあ、コーナーなんかはもうハンドル切ったらスーッと頭が入るし、うん、でアクセル離せば後ろがスーッと動いてくれるから、うん、めっちゃ気持ちいいよ。まあ、今日はねそれで土屋さんがこの車がもう楽しいっていうことが分かってもらえれば、いやそれでこれは大したもんだ。あの本当アンダーしか出ない四駆とは違う、うん、これはよくできてる、ね、うん、なんか日産のさアテーサ ETS みたいな、うんうん、あ、FR ベースのそんな感じがする。そうですね、まあ、系統的にはやっぱ考えてる理想的思い出してるところは一緒なんで、やっぱ安定感がしっかりありつつ、はい、もう FR の楽しさをスポイルしない両方制御。俺は今日思ったけど、マツダだってできんだぜっていう、そういう感じ。そういう感じですね。はい。日産のお箱、マツダだってできるとそんな感じがした四駆です。はい。はい。ということで、よかったらいいねを押してください。ね。登録もお願いします。バイバイ。バイバイ。